どうも、コバです。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。2022年になりました。やったー。ということでね、毎年恒例、大人気企画。CM で、あ、なくなった、なくなった。CM で今年一番最初に発売された、リリースされたゲームをやろうのコーナーやっていきましょう。はい、ウィンターセール。謎のゴリラがスケート滑ってるけど、ね、人間のふりして。開いて、リリース順に並べていきましょう。はい。なるほど。一番2022年1月1日で一番新しいのは、どれや、どれや。まだ下か。ここら辺12月31日やから、これか。いや、これダウンロードコンテンツだよな。じゃあ、これね。読めねえ。原子なんちゃらキー。よし、無料や、よかった。8000円ぐらいのやつ買わされるかと思ったわ。とりあえず見ていきましょう。どんな内容のゲームなんだい？絶対日本語訳されてんよな、これ。うわ、実写ではないと思うけど。え、音流れてる？あれ、音流れてへんで。さすがに気づくと思いや、パソコン内の音は出てるよな。この PV もしかして音なし？うわ、クソゲー感半端ねえ。めっちゃカクカク動くやん。このなんかパッケージのビジュアルっぽいの結構いい絵してんのに、ちょっと体ごついかなと思うけど。これ中国かな？中国怖いんやけど、僕のパソコンデータ抜き取られへん？ PVP って書いてある。対戦できんのかな？ダウンロード10秒もかからへんたんやけど。映ってる？画面の比率よ。画面の比率があんまよろしくないな、お前や。さあ、始まらない。ゲームが起動されない。この何もない空間から全てを作り出せってことかな。どうする？ 使えへんねんけど。あかんな。戻るか。次のやつ行こう、次のやつ。ちょっとこれクソゲー感あるから。で、次リリースされてるやつは、また日本じゃなさそうやな。大丈夫これ、一瞬なんかエロいの映ったで。ごめん、これちょっと PV 見ていきたいんやけど、多分大丈夫やと思うけど、もしかしたらなんかエロいゲームかもしれんからやめとくわ。それはあかん。日本語じゃなかったけど、なんかね、中国でなんかエロいこと言ってる可能性あるから、これはちょっとごめんなさい。避けさせてください。一応アダルトゲームは表示されへんように設定してんやけどな。まあ、ということで、これダウンロードコンテンツなんで、次これやっていきましょうか。おお、まともそうやな。早期アクセスか。ああ、いや、これは割と名作感あるぞ。ロケットを安全に着地させろっていうゲームかな。オッケー、まともなん来たぞ、ついに。あ、普通に面白そう。いいね、これするか、じゃあ。来たか、来たか、よし。いいね。アンロック要素とかあるんか。とりあえずなんか20ポイント集めなショップ開けみたいね。やっていきましょう、プレイ。シングルプレイ。おお、まさかのコープできる。ちゃんちょくん。そう、ちゃんちょくん今初詣行ってるわ。これとりあえずプレイでいいか？コントローラー対応してます？してないな。ちょっと高望みしすぎたわ。おお、はい。こういうことね。ああ、操作簡単。わかりやすい。WAD で動かす感じのやつや。そこに着地しろってことね。いいよ。クリアー。You did it! Next level。 いや、普通に両ゲーの可能性あるね。無料やったら全然ありのゲームやな。普通のゲーム引いてしまったかもしれんな、今回。エンジン部分当たった瞬間爆発したかな。宇宙って怖いよな。よう前澤社長やったっけ？なんか宇宙行った人いたやん。え？なんか金持ちの前澤さんっていう人がさ、なんか宇宙行ったらしいんですよね。一般人やのに。なんか宇宙行きて言うて、大量の金払って行ったらしいんやけどね。それが結構話題になったんですよ、最近。すげえなーと思って。窓ガラス割れた瞬間全滅すんで、宇宙船なんて。マジで怖いねんけど。ねえ。
なんか普通にさ、実生活のくせでさ、ちょっと換気しようかなと思ってまだ開けてしまったら終わりやで。一気に吸い込まれんで、外に。外に吸い込まれんのなんでやろうな。よく宇宙船とか出てくる映画でさ、窓ガラス割れた瞬間そこに吸い込まれていくやん。宇宙全体がブラックホールよ。なんかその前澤さんってさ、よくツイッターでお金をばらまくことで有名なんですよね。宇宙から金ばらまいてほしいよね、一回。さすがに怒られるんかな、お金をなんか。お金を破ったりしたら犯罪になるらしいから、あんまできひんのかな。宇宙から日本全国に金ばらまいたら伝説になるんちゃうと思ったけどね。もうコロナとか関係なしにみんな外出るやろうな。金だ金だって。みんなお金が降ってきたら実際拾う？もう多分拾わんと思う。最初の龍が如くのラストとかさ、お金降ってきて昔の人めっちゃかき集めたけどさ、お金、僕あれできひんわ多分。僕が拾うぐらいだったらさ、もっと貧乏な人が拾って役に立ってほしいなって思っちゃうタイプやからさ、どうせ僕金拾っても役に立てへんしな。そういうなんか優しいところあるからさ。みんな年越す瞬間何してた ?2021 年、2022年、変わる瞬間。小村さんは実況動画撮ってたよ。なんか実況動画撮りながら、変わる瞬間にね、ポコピーの動画開いて、年越し配信してたから、ポコピーが。コメントね、急いで打った。実況しながらコメント打ってたからね。多分、近々上がる実況で、年越ししながら実況してるみたいなのあると思う。OK。いいよ。いや夜のね、年越す前の夜の9時から11時ぐらいまではね、うさらべさんと喋ってたんやけど、喋ったっていうか、もうディスコードつけながらほとんど無言やったけどね、お互い。お互いが別々のことしてたの。僕はゲームしてて、うさらべさんなんか最近曲作るのにハマっているらしくて、ディスコード開いても、あ、なんか一人で勉強してて、ああ、そういうことねって時々叫び始めるんですよね。なるほどなーって。わかったわかったわかった、完全に理解したこの理論とか言ってるんですよね。なんか音楽理論を勉強してるらしくて。うっせえなって思いながら横でゲームやってんだけど、最近ディスコードをお互いつけても無言の時間が長いから、僕らの関係もしかしたら冷え切ってるのかもしれん。渋谷やんけ。でも年越した後もう12時半ぐらいから、もう12時半ぐらいに僕ベッド入って寝ようとしてたんですよね。寝る前にうさらびさんにおすすめされた漫画を読もうと思ってさ、読んでたんですよ。 Amazon プライムに入ってる人だったら無料で今読めるんやけど、何やったっけな、タイトル忘れた。迷宮忘れた、覚えてね。クソ哀れとかそんなタイトルだったと思う。多分今画像で出してると思うけど、これ読んでたんですよ。絵は結構雑やけどね、中身が結構面白かったね。なんかファンタジー世界の、まあ、ダンジョンを探索する冒険者が主人公のね、よくナロー系でありがちの設定のやつやねんけど、パーティー全体がもう見習いの冒険者でちゃんと弱いんですよね。で弱いながらも頑張って頑張って苦労しながら頑張るって話。特にそんなうまくいくわけでもなく、ただただもうねシビアな環境をこの新米のやつらが生きていくみたいな、結構ねそのシビアな感じが良かった、ね、もうなんかいつ味方死ぬかわからんみたいなね。で登場人物にあんまり共感できひんねんな。ほんまにこいつらファンタジーの世界に生きてるやつやから、そいつらなりの常識を持ってるんよ。結構なんか単純な設定やねんけど、ちゃんと世界観作られてる感じが良かったと思いますね。なんか全然僕らの世界と人の命の軽さが違うんですよ。もう終わっていいかいこのゲーム。でも正直このステージちょっと面白いな、難しくなってきたから。あそこの隙は難しいよ。もうさ、なんかこのロケット火は2名もんな。さっきちょっと若干微妙にアダルトな PV 見てしまったせいかもしれんけどさ、ちょっとね、あれあのね、サイクロンジェットアームストロング、サイクロンジェットアームストロング方に見えへん、もしくは哺乳瓶、もしくは上の方うんこに見えるよね。ここマジでむずい。やべやべ、クリアしちゃう。変な発言した時にクリアしちゃう。やべ、カットできひんやん。どうしてくれんのロケットくん。クリアしちゃったよ。 OK。 いやー難しくて面白くなってきたな。ちょっと待って、なんかポイント溜まってるよな。メインメニュー戻って、え、あなんで隣にカメラ映ったん。バークバーク、アンロック AD、 ちょっと待ってや。ショップ、あ、まだ星6しかないんか。結構ボリュームあるんか。まあ、最70ステージまであるのか。なるほどね。あ、こういう敵とか出てくるんやね。まだ部長番やったからあれやけど。
あ、10ステージまで行こうか。今多分9ステージ、今は多分8ステージまでクリアしてるから10ステージまで行こうか。プレイ。よし。ああ。まあ、1月1日やけどさ。まあ、朝食はね、なんかいつもうちの家族ね、朝食はみんなバラバラで食べるんやけど、さすがに1月1日はみんなで食べることあってるんですよね、例年通り。で、2、3年ぐらい前から隣に住んでる家族も一緒に飯食ってるんですよね。で、新年一発目からも一緒かよみたいなさ、親戚の5歳児のちゃんちょくんもいるんですよね。いやー、まあ別にええんやけど、なんかあれやね、その新年一発目の飯の時ちょっとお父さん張り切んねんな。それでは皆さん今年の抱負をどうぞみたいなこと言ってくんねんな。さっき言えや、そういうのってね、準備してへんねんこっちは。今年も1年頑張りますってね、健康的に過ごせたらいいですねみたいな。去年は 2,3 回ちょっと体調不良で仕事休んじゃったけど、今年はそばだように頑張ろうかなみたいな適当なこと言ったけどね。なんかね、マジか。5歳児のちゃんちょくんの今年の抱負はね、なんか言わされてる感半端なかったけど、もうすぐ弟が生まれるんですよね、ちゃんちょくんの。お兄ちゃんとして頑張る言ってたね。最近の口癖らしい、お兄ちゃんとして頑張るっていうのは。多分もう言わされてんねやなと思うけどな。毎回なんか、何かやらかすたびにね、ちゃんちょくんのお父さんとお母さんから、もうすぐお兄ちゃんやからしっかりしなあかんやろって多分言われてると思うんだ。それで口癖になってしまったっていう、ちょっと悲しい抱負やったね。勢いを殺せ、勢いを殺せ、しっかりな。アームストロング王さん、いいよ。あ、このままこのペースでいきましょう。ゆっくりゆっくりゆっくり。はい、着地。オッケー。難しくなってきたやんけ。よし、第10ステージ一面のボスと言ってもいい場所。さあ最後、うわ、細っ。ちょっと向き逆やな。これはなかなかシビアですよ。70ステージあるうちのまだ 10ステージやで。なかなかやってくれんな。ね、今年も皆さんよろしくお願いしますということでね。はい、あー。なんかやってほしいゲームある？オッケー。ヘビーレインズっていうゲームが、ちょっとパート5ぐらいまで完成してるんで、まあ1月は多分これをお見せすることになると思うけど、他になんかやってほしいゲームある？候補は一応ロックマン X とかやる言うてたからやろうと思ってんねんけど、あとあれな、あの名作と言われてるやつ、タイトル忘れたわ、画像出してると思うけど、ただこれはね、なんかやっても没にする可能性ちょっと高いかもしれんな。長そうやし、ちょっと実況向きじゃなさそうな気配を僕感じてんねんけど、全然 PV しか見ていいから分からへんねんけど、あと、おもりっていうゲーム。最近日本語版やっとリリースされたね。あれも名作言われてるけど。あれもちょっとなんか RPG やない、多分。あれ普通に長そうやから。あれもやってみて没にする可能性高いと思うんですよね。あんま長すぎ。RPG はほんまにあれやん。盛り上がんのって序盤と後半だけちゃう。中盤やってる時の空気とかやばそうやからね。ちょっと怖いところはあるけどね。結構このゲーム雑談向きかもしれんな。思い出したかのように雑談動画の時これやるかもしれない。よし、はいはいはい、慎重にな。あんまスピード出すぎるとこも危ないから。実際のロケットと一緒やね。実際のロケット知らんけどさ、話も多いけど、よう前澤社長はほんま言ったよな。頼まれてもいかんと思う、金もらってもいかんと思う。宇宙とか怖くない？とりあえず怖いもん。未知との遭遇よな。宇宙人とかできたらどうしよう。宇宙人はまあいい品行な。人じゃないもんだって、宇宙に生息してた。そういう宇宙生物じゃないのと思うことはよくある。人間も言うたら宇宙人や。このでかい宇宙に存在する一つの星の生物やしね、人やしね。人間ぐらいですよ、宇宙人と呼べる存在は。よし、はい、ということで普通に無料としては良かったです。はい、ということで2022年も皆さんよろしくお願いしますという感じで、
ありがとうございました。